はい、モコフィットネスです。今日もちょっと雑談始めていきましょう。はい、まずはコメント返しですね。こんなご質問です。はい、以前 あの寒さ対策の動画で、数字的なことを言ってなかったんですが、一体何度、最低温度は、いくつなのってことなんですが、僕の記憶している限りだとマイナス3度です。はい、マイナス3度ですから、わかると思いますけど、あれですよ、走ってる時はもっと下がりますからね。外気温でマイナス3度ってことは、もう時速30キロでこう走ってるわけですから、まあ、もっときますよ。はい、もっと体感も低いですし、実際はもうちょっと、寒い中走ってると思います。そこでの前回も言いましたけど、マイナス朝の7時ちょいと前ですかね、あの時間帯はものすごい寒いですよ。はい、もう寒いというか、もう痛いんですよね。もう痛みが出てくるんですよ。なので、手足先ですね、末端、体の末端、まあ、あと鼻とかですね、こういうところの痛みが出てきちゃうので、もうそうなってくるともうトレーニングどころじゃないです。はい、そこをまずなんとか、防止する対策を、立てていきましょう。はい、はい、ですね、そしてこんなご質問です。平日のトレーニングとしては基本的に L4 20分など、3分走 L5 以上、はい、をやっています。これは絶対もう決まってやってます。まあ、L5 の3分走は、最大酸素摂取量を刺激させます。はい、いかに体に酸素を、取り込めるのかという能力ですね。はい、大切になってきます。そして L4 になると、持久力の向上になります。はい、どちらもこのエンデュランス系では非常に大切なゾーンなので、僕は平日にそういうトレーニングをしています。そしてL4 に関してですが、まあ、昔からちょこっと、お話はしているんですが、どうして持久力が上がるのっていうことのメカニズムも簡単ですが、次回の動画で、お話ししますので、その時はまたよろしくお願いします。はい、そしてですね、もう今日はね、雑談がしたくてもう動画回してるんですよ。っていうのも、ツイッターの方ではもうお話ししたんですが、ですね、今ご存知の通りパワーハウスジム、兄弟でこうやっていて、まあ、うちの兄が、オーナーとして頑張っているんですが、僕はあくまでもこういう広告であったり、まあ、機材の搬入を手伝ったり、結局お手伝いっていう形で、仕事とは別に、やっていたんですが、どうやらその経営の方の、要するにパワーハウスとしての経営陣の方に回る可能性が出てきたんですね。で、こうなってくるともう本当に生活が180度変わっちゃいます。はい、要するにもう転職ですね。今やってるお仕事から、ジムを経営していくっていうことになるので、まあ本当にやったこともないことなので、本当にビビってます。はい、来年の、もう1月にはプレオープンをするので、もし僕がそっちに携わるとなると、もう本当に忙しくなって、この今の生活スタイルがもうガラリと変わってしまいます。で、僕がやっぱり一番不安なのが、やっぱり大中生のトレーニングは確保できるのか。はい、そしてですね、もう一つ大切なことがこのYouTube ですね。はい、正直もう本当に分かりません。今はね、生活にうまく溶け込んできて、こうやって定期的に YouTube を、配信しています。ところがですね、こういうふうな生活が変わってしまうと、その投稿もままにならないのかなとか思ってしまいます。で、こうずっと悶々としていました。不安、ワクワク、いろんなこの心の葛藤があって、だけど自分のやっぱりそのフィットネス、ジムに携わるってことがやっぱり夢だったので、
やっぱりチャレンジしたいなっていうところもあるんですよ。なんかこのままチャレンジしなかったらなんか逃げちゃう感じな自分もやだななんて。でこういう風に悶々と思ってた時にたまたま一休さんのことも思い出したんですよなぜ一休さんっていうことなんですけど、まあ聞いてくださいよ、まあ、一休さんの、名言で大丈夫なんとかなるよっていう、名言があるんですよ、はい、でこれまあちょっとなんかすごい楽観的な名言ですけど、これちゃんとした、本当の言う、一休さんが発言した名言でもありますし、すごく、深いんですよこれって。まあもう分かりますよね、はい、どんだけこうやる前からチャレンジする前から考えたって結局急になっちゃうこともあるじゃないですか、うん、結局やってみたらそうでもなかったとかそういうの多くありません？その前にみんなそのチャレンジを、おっかなびっくりでやらないってことの方が多いんですよね、はい、チャレンジして、ダメだったらダメ、チャレンジして来たものを全力でさばいていく、それでいいんじゃないかと、はい、で そしていくら考えてもしょうがないと思うんですよ。で来たら全力でやって それで、大丈夫なんとかなるよっていう、ね、やってみて、そうやって考えていこうかなと、思っています。なので今自分はそのね、人生のターニングポイントだと思います、はい、なので、これから僕がどうなっていくかわからないんですが、まあ、ちょっと不安なのがこの動画投稿ができなくなってしまうのかなっていう不安要素もあります、まあ、僕別に芸能人ではないので、芸能人だったらね、桃江ちゃんじゃないですけど引退コンサート、これでなんだっけ、一般人に戻りますですっけ、でステージでマイクを置きましたよね。あんな宣言僕はしませんけど、芸能人じゃないんでね、やめますなんて言ったところで意味ないですからね、はい、少しずつ少しずつ動画のね、投稿が減っていってフェードアウトしていって、まあ、そのうち僕の動画が消えていってしまうみたいな感じになるんではないでしょうか。ね、そういえば最近モコフィットネスで動画が上がってないなと思って、ちょんまげどこ行ったんだろうとか皆さん思い出してください。でも分かりませんよ、最悪な事態はそういうことってことですからね。逆を返せば増えていく可能性もあります。うまく自分の時間が取れるようになって、そしてフィットネスに僕仕事として選んでいるので、もっと皆さんにこれを伝えたいなっていうことがあれば、パワーハウスの現場で、フィットネスの動画配信をしてみたり、逆に増えていく可能性もあります。はい、それはだから本当にわからないんですよ僕自身が。はい、わかりますね。だから僕今すごい不安な感じ伝わります。なんかもうグワグワってなってるんですよはい、でということで、もし僕が経営の人の方に回って転職をしたのであれば、365日僕はパワーハウスに、います、はい、受付でちょこっとフィットネスやりましょうか受付のとこでよくわかんないですねはい、まあ、そんな感じで、現状報告といいますか、これから変わるよっていうことです。はい、皆さん最後に言いたいことは、皆さんの応援があってここまで来たところは大いにあります。はい、なのでこれからも本当にモコフィットネスよろしくお願いします。はい、そんな感じで、今日は終わりにしましょう。ちょっとでも楽しかったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それではまたお会いしましょう。バイバイ。